横瀬浦港横瀬浦開港450周年、記念日横瀬浦公園ポルトガルホブネ、来港記念日横瀬浦公園史跡資料館、横瀬浦とは、長崎県西海市西海町横瀬里にある入り江の港である。佐世保案内にあり、連絡船で佐世保港まで15分程度で到着する桟橋は、ショッピングモール佐世保5番街、佐世保駅などに隣接しているのでとても便利である。 横瀬地区は昔から高等学校に通学や通勤、ショッピングにと佐世保市とは生活圏で密接な関係にある。a 六四年ぐの全事件の勃発で平戸貿易を断念したイエズス会は代わりとなる港を探して横瀬裏にたどり着く。これに時の大村領主、大村住忠が手を差し伸べ貿易港として繁栄する。 日本史を記したルイス・フロイスも横瀬に上陸し、布教活動を開始した。住民ただはこの地に教会を建て自らも、キリシタンとなり日本初のキリシタン大名となる。教会土地は、現在公園となり、当時のことを知る資料館などがある。作家、遠藤周作の隠れキリシタンの苦難を書いた、長編小説沈黙に記されている。住民ただの養子縁組で、 大村氏を告げなかった恨みを持つ竹尾の後藤、高明によって、野衆を受けて、横瀬浦は焼き払われ、その後長崎が開港されることになる。上町、下町、市安京など、当時の地名が残っている。フロイスの記述で、横瀬浦は日本で最も知られたキリシタンの町になった、と報告されている。ハウステンボスから、有料道路再開パールラインを経由して、 約25分国道202号線沿い JA、長崎 A コープ先から信号を右に入る、食事所線番所イエーズス会日本書館集、遠藤修作小説沈黙、信長キングオブジパング大人小型直藤田信長。ありがとうございます。